く引く引く。どうも、ちぬこチャンネルです。今回は海岸でキス釣りをしながら、あわよくば高級魚のマゴチを狙いたいと思います。あいにくの天気でね、今にも雨が降り出しそうですが、なんとか頑張って車中泊の食材をゲットしたいです。キス釣り仕掛け、針は2本ですね。そして餌は青磯目、頭を避けて通し刺しです。よし、それでは早速1投目いきます。それ釣れてた。ちょっとちっちゃい。でも1投目から来ました。やったー、綺麗。今年はね、結構サイズがバラバラだそうです。小さいのから大きいのまでいるみたいなんで、もうちょっと食べ頃サイズを狙います。お、来た来た。あ、これいいサイズかも。お、いいサイズかも。もう一匹かかれ。あ、来てる来てる。プルプルする。重たいぞ。これ重たいぞ。お、お、いいサイズ、いいサイズ。やったー。あー、やった、天ぷらサイズきたー。やった。よし、おー、来た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 。あー、エソ、違う、メゴチだ。あー、これメゴチでしょ、マゴチじゃないよね。マゴチ、よいしょ。わー、ほい。ちょっとちっちゃいかなね、もうちょっと大きいの釣りたいですね。あ、でも嬉しい。やったお、なんか来た。え、なんかでかいの来た。え、おお、あ、切れた。おお、あ、切れた。あー、切られた。今明らかにマゴチかかりましたね、キスに。くっそー、切られた、ショック。よし、あった。重い。
引く引く。うわ、雨降ってきてもう避難しようと思ったら、うわやばいやばいやばい、ドラグが負けない。腕痛い腕痛い、お願い取りたい、絶対絶対取りたい。これサーフの方に持ってった方がいいかも。だいぶ弱ってきたかな。もう近いと思う。うわ、まだ引く。あ、見えた。ちょっと見えた。あ、見えた。なんか金色っぽい。何？エイでした。でかいと思った。でかはい、車中泊スポットに到着しました。今日はね、雨が降っていたんで結構濡れたんですよね。なのでお風呂によってさっぱりしてからここにやってきました。早速今日の戦利品を調理していきます。まずはこれ、マゴチです。今からさばいていきます。よいしょ。身はね、プリンとしてます。すごい美味しそう。綺麗な白身ですね。コチの骨はね、かなり硬いですから、しっかり取りますね。一品目、マゴチのお刺身完成です。じゃあこれを先にね、いただきます。すごい透き通ってて綺麗なお刺身です。うん、おいしい。私コチのお刺身って初めて食べたんですけど、こんなおいしいんですね。びっくり。肉厚なので弾力あってね、もう食べ応えも抜群ですね。サイズがちょっとちっちゃかったので、味はどうなのかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ美味しい。これはね、ぜひとも大きいの釣り上げたいですね。うん、じゃん。やっぱこれでしょう。今日もいい釣りができました。乾杯。染み渡る。これを食べながらですね、2品目作りたいと思います。キスといえば天ぷらですよね。いや、キスの天ぷら食べるの久しぶりだな。この骨、素揚げして骨せんべいにすると美味しいですよ。はい、こんな感じで開いていきます。はい、下ごしらえ完了。天ぷら粉にお水、すごい熱々、美味しそう。
はい、キスの骨せんべいと天ぷら完成です。アジとかね、キスの骨は揚げるとすごく美味しいので、いつもこれ作ります。サクサクでね、美味しい。ビールのおつまみにぴったり。うん、あこれサクッと揚がりました。お塩でいただきます。軽く振ってね。おいしい。さっきまで泳いでいたキスなので、むちゃくちゃ新鮮ですよ。臭みも一切ないです。さらに天つゆともみじおろし持ってきました。たっぷり浸して、幸せ。口の中でね、身がふわ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 ってほどけていくんですよ。めちゃくちゃ美味しいです。っていうか全然食べ足りないですよ。まだまだ大きいコチも釣りたいし、キスもたくさん釣りたいです。また必ず釣りに行って、美味しいお刺身と天ぷらをたらふく食べたいと思います。キスはね、楽しく釣れたんですけれども、ちょっと惜しかったのはね、やっぱりコチがサイズが小さかったことですね。次回こそはね、大きなマゴチを釣り上げたいと思います。いや、それにしても今日も楽しい一日でした。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると動画制作の励みになります。その他のおすすめ動画も見てみてくださいね。